はようございます。2月14日6時35分の相場解説になります。これ1時間足を見ていますけども、今日は1時間足だけで解説していきますね。まずは、これゾーンをね、改めて引いていこうかなと思うんですけども、この積み足のところに、こういうふうにゾーン引きますよね。で、私が思っていたのがですね、こちらに阻まれて、で、こっからぐーっと下に下がると思ってたんですよね。どこまで下がるかと言いますと、ここですね。この2つのゾーンに阻まれて、レンジを形成するから、だからロスカットラインをこの辺りに引いて、そしてロスカットラインをね、ゼロラインにして、あとは、下にずーっと向かっていくところまでをこう期待してですね、エントリーしていたら、なんと、ゼロライン設けてたんで損はなかったんですけども、こっちの方に向かったんですよ。それで、ああ、これからは、売りだと思ったけど、買いの方で、検討をつけていけばいいのかなと思ったのが、この後、ドカーンと、なんかね、意味不明な急上昇と、あと、急下降をした直後、こちらのゾーンに、多分そこを守られてですね、こっからは、売りじゃなくて買いの方に大きく向かっていくのかなと思ったら、もう一発大きなのがね、こう来て、あとは下に推移したんですよ。結局、レンジの中に戻ってきてしまったってことですよね。で、今、こうやってね、ペナントを形成しているかなっていうところでございます。いやー、こうなるとですね、下に行くと思ったら上に行って、上に行くと思ったら下に行ってって、こう翻弄されてますね。昨日の見立ては全く甘かったかなと思いますし、まあ、一昨日からの組み立てが、もしかしたら、もう土台が悪かったのかなと思います。ということで、今週はですね、この相場の方、冷静に見ていられなくなったのと、これだけ動きが上下に激しく触れると、とてもじゃないけど、私の作戦をもう通用しないんですよ。私の力量を超えた、そんな、金曜日になってしまいました。ということなんで、ここはですね、ちょっとこう、チャートを離れて、月曜日からまた仕切り直していこうかと思います。こういうふうにね、手に負えないなと思ったら、無理に仮説を立てるんじゃなくて、やらないってことですよね。やらずにリフレッシュして、で、これね、はっきり言ってね、なんでこんなミスが起きたのかすらわかんないんですよ。反省のしようがない。誠にね、大きく私の力量を超えた、そんなですね、水木金だったかなというところでございます。もう、これは手に負えないですね。こういう時は、やらないということでございます。例えて言うとですね、そうですね、例えがちょっと浮かばないんですけども、そうですね、センター試験受けに行ったら、東大の受験もできるよって聞かれたようなもんなんですよ。いやいや、もうちょっと東大のこと考えてなかったんで、自分の力量に合ってないんで、もう戦わずして撤退しますということで、センター試験だけ受けて帰ったということでございます。しかもセンター試験は平均点以下だったというのが、このね、木金に起きたこと、いや、水木に起きたことかなと。ということなんで、金曜日はちょっとオフにさせていただきます。今日はちょっと手も足も出ないと思いますんで、夕方にもう一回ぐらいね、チャートの方を見に来るかもしれませんけども、基本的に本日は以上、今週は以上でございます。本当にね、今週はかっこ悪いところでございました。マイナスにはなんなかったんですけども、ロスカットをゼロラインにして、プラスにはなったんですけども、いよいよですね、気持ちいい取引は今回できなかったかなと。まあでもこういう時もありますからね。だから、4割負けて6割勝つっていうことは、やっぱり2回に1回ぐらいはよくわかんない時が訪れるということでもありますんでね、そこら辺で、ご解釈ください。じゃあ皆さんはね、どうだったですかね。またよろしかったらメッセージ送ってください。失礼します。